18年ぶりの単独再開、早く屈辱から抜け出したい鹿島アントラーズ。新監督を迎え試行錯誤しながら上昇の兆しが見える浦和レッズ。 J1 の屈指の人気カードです。2012Jリーグディビジョン1第5節、鹿島アントラーズと浦和レッドダイヤモンドの一戦です。舞台は県立鹿島サッカースタジアム。天候は少し上空雲が出てきました。気温が 10.2 度、湿度 39% というコンディションです。まあ、10度ありますが、まあ、1桁台ぐらいの感じの空気です。今シーズンも鹿島アントラーズのホームゲームは12台のカメラを駆使して立体的にフットボールの醍醐味をお届けしていこうと思います。どうぞお楽しみください。では放送席を紹介します。ゲームの解説は元日本代表ストライカーの福田正博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鹿島が勝てませんね。勝てないですね、はい、点が取れないっていうのはちょっと深刻ですけどね。現在5戦未勝利、今福田さんがおっしゃったようになんと過去4試合、現在4戦未勝利で4試合で1点も取っていないという鹿島のリーグ戦です。さて今日はダブルリポート体制でお届けしていきます。鹿島サイド高木光代さん、浦和サイド浅井夏美さん、おなじみのお二方です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてまずアントラーズなんですけれども、リーグ戦先ほどお話がありましたようにまだ未勝利無得点なんですが、ジョルジーニョ監督は徐々に一つ一つのピースが合わさってきていると表現していまして、確実に自信を持っているようです。そして選手の皆さんも水曜日の大宮戦のような戦いを続けていけばいいと自信をこちらも持っているようで、勝利は目の前です。一方レッズなんですが、自分たちがサッカーがどこの方向に向いているのかはもう明確なので、それを信じてプレーをするだけだと選手たちは話します。公式戦8戦勝利をしていない鹿島から今日3ポイントを取るため、強い気持ちを持って全員が一丸となって戦います。はい、寒いですがお二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今シーズンはツイッターで皆さんにメッセージをつぶやいていただけるようにハッシュタグを準備しております。シャープスカパー J 中継、これで、いろんなメッセージをつぶやいてください。まあ、選手への応援メッセージでも構いませんし、まあ、日本サッカーへの提言でも構いません。面白いものは放送の中で随時紹介させていただきます。ふるってつぶやいてください。それでは取り急ぎまして鹿島アントラーズの今日のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは曽我畑、バックラインは西、岩政、山村、洗い場の4枚です。洗い場は出場停止明けです。中盤センターベテラン小笠原と隣に売り出し中の梅鉢で、攻撃的な中盤右に遠藤、左は初スタメンの土井翔馬です。2トップは興梠、大迫で、ベンチにはキーパーの控えの佐藤以下、アレックス、庄司、本山、ドゥトラ、増田、ジュニーニョ。ベンチも非常に豪華な鹿島アントラーズです。対するアウェーチーム浦和レッズのスターティングメンバーです。ゴールキーパーが加藤、3バックは坪井、永田、牧野の3枚、中盤センターに阿部と鈴木、右平川、左梅崎で、2戦連続最前線起用のポポの後ろ、柏木の左に今日はマルシオ・リシャルデスが先発出場です。まあ、ここ2試合若い矢島を使ってきましたけども、今日はマルシオ・リシャルデス先発というチョイスです。ベンチにはキーパーの控えの山岸以下、浜田、宇賀神、高橋、小島、田中達也、原口というメンバーが入っています。このゲームは、まあ、特に浦和がアウェーチームとして来ますので、たくさんお客さんが入るカードとしても知られております。で、鹿島アントラーズの方からこの5試合の戦いぶりをちょっとご紹介しようと思うんですが、まあ、福田さんがおっしゃったように点が取れないんですね。そうですね、やはり失点に関して言うと、まあ、リーグ戦だけですが、まあ、4試合で4失点と決してその悪い数字ではないと思うんですね。ただ勝つためにはどうしても点が必要なんで、そこでやっぱ点が取れてないと。ただ前節のマリノス戦に関して言うと非常にこうチャンスを作っていたんで、まあ、点の匂いがしてきたんで、今日の試合あたりは点が取れるんじゃないのかなっていう手応えを選手は掴んでるとは思うんですけどね。まあ、マリノスが少し守備的に来たこともあってシュートの本数でも圧倒しましたし、はい、大概イニシアチブは握ってましたね。そういうことですね。あとは最後のところという感じにまで来てますからね。さて対する浦和レッズのここ5試合です。ペトロビッチ監督という独特のサッカーを志向する指揮官を迎えました。
まあ、いきなりいいパフォーマンスには福田さんならないと思いますが、徐々に良くなってきてるんじゃないでしょうか。そうですね、まだまだですね、いろんなことをやっていかなければいけないですし、当然ペトロビッチ監督が目指しているサッカーが、まあ、表現できている時間は本当にごくわずかだと思うんですが、重要なことはやっぱり勝って勝ち点を稼いでるっていうのが選手たちにやっぱ迷いがないですし、一つの方向に向かいやすい条件が今できているのかなというふうに思いますね。リーグ前節は川崎フロンターレと 1-1 のドローゲーム、これは福田さん2人退場が出た中ですので価値のある引き分けだった気がします。そうですね、負けていてても全くおかしくないような試合でしたけれども、やっぱりチーム、選手、ピッチにいる選手もそうですが、スタジアムのサポーターも、ね、一緒になってやっぱ守ったなという感じはしますけどね。ゲーム終盤のこのサポーターの、まあ、今浦和のサポータースタンドをご紹介してますが、彼らのあの奏でる歌声ってのはすごかったですね。そうですね、やはりそういうので選手たちが勇気づけられてですね、あの一体感を持ってですね、やっぱ川崎の攻撃をあの封じていたのかなというぐらい、あのスタジアム全体が一つになってましたね。はい、今日もこの鹿島サッカースタジアムに浦和のサポーターは退去して押しかけました。まあ、Jリーグいろんなアウェーチームが来ますが、このバックスタンドがここまでびっしり埋まるっていうのは多分そうそうないはずです。浦和だけですかね。そうでしょうね。距離的にもですね、はい、車で来れる距離ですし、そういう意味では距離もいいのかもしれませんけど、はい、あの浦和と鹿島と浦和の試合になると、もうどっちが両方とも赤なんで ね、赤と黒なんで非常に綺麗といえば綺麗ですけどね。はい、このカードは昨シーズンのナビスコカップのファイナルで実現したカードです。まあ、延長にもつれ込みましたが鹿島勝利で、ピッチの浅井さんからも情報があったように、実は浦和は鹿島戦ここのところ大の苦手としております。2008年の4月13日サイスタで 2-0 で勝利を収めて以来、鹿島戦はなんと8試合勝っていないというデータです。4敗4分けです。なおかつこの鹿島サッカースタジアムで浦和が最後に勝ったのは2007年の4月29日 0-1 で勝ったあのシーズン以来遡りますというデータでした。ちょっと意外な気がしましたけどね。僕にとってはあんま意外でないんですけど。そうですか。本当にね、やりづらいスタジアムです。そうですか。まあ、浦和だけではないですけど、アウェーのチームはやっぱりこの鹿島スタジアムは相当やりづらいと思いますね。まあ、当然今の成績を見ると鹿島の圧倒しているふうには思いますけれども、はい、当然だと思うんですね。それはやっぱり20年間 J リーグになりますが、はい、鹿島がやっぱりその長い間ずっと成功を収めてきているチームですし、優勝回数もですね、まあ、リーグ戦だけじゃないですが、もう15個優勝しているわけですよね。そういうことですね。もうそれは当然の数字なのかなというふうに思いますね。まあ、本当に93年に産声を上げたこの J リーグで波なく、タイトルと常に絡んできた唯一のクラブと言っていいんじゃないでしょうか ね。 そうですね。本当に長い間成功を収めているチームというのは J リーグの中で鹿島アントラーズだけしかないと思うんですね。そうですね。本当にね、15個の優勝回数っていうのは ものすごい数ですからね。であとはそういう意味ではこの浦和レッズ、まあ、優勝したのがあれ2006年だったと思いますけども、ここはですからこれだけのサポーターがいるんで、福田さん、まあ、本当にタイトルの数もビッグクラブであると言えるようなチームにこの先大いになっていってほしいと私は思います。本当そうですね。そういうにならなければいけないクラブの一つかもしれないですね、 J リーグの中ではね。まだね、リーグタイトル、年間タイトルが1回だけっていうのはちょっと物足んないですよね。そうですね。まあ、そういう意味ではペトロビッチ監督というのは、まあ、勝負師でもありますし、サッカーも割とエンターテインメント性の高いものを求めてますので、いろんな意味で期待感があります。そうですね。内容も、まあ、当然最初は結果ですけど、はい、結果と内容がやっぱり充実するようなね、そういうサッカーを目指してもらいたいなと思ってますね。さあ、まもなく両チームのメンバーがピッチに登場します。過去鹿島26勝、浦和9勝、引き分け7というリーグ戦の対戦データです。向かって左に鹿島アントラーズ、まあ、あろうことか18年ぶりの単独最下位というシーズンのスタートです。開幕3連敗というのはクラブ史上初めて。対する浦和レッドダイヤモンズの方は試行錯誤しながらではありますが、まあ、バックアッパー中心で戦ったミッドウィークのナビスコカップは3対4敗れましたが、打ち合いを演じました。
まあ、これはこれで福田さん一つチームにとってはなんかプラスアルファがあったような気がします。そうですね、若い選手を使いましたからね、思いっきりハツラツとやった結果やっぱ打ち合いになってしまったのかなと、はい。まあ、ゲームがコントロールできなかったと言ってしまえばそれまでなんですが、非常に自分たちのアピールしようという意識があったと思いますね。それからこの阿部と牧野が川崎戦で退場になったんですが、まあ、これ不幸中の幸いと言いましょうか、ミッドウィークにナビスコカップが入ったんでそこで消化することができました。審判団を紹介します。30歳、 J1 通算29試合目の木村博之が主審です。右から2人目の方です。副審大塚春弘、山際正史、フォースオフィシャルに山内博史が入っています。コイントスです。仙台スタジアムの仙台と鹿島の一戦を担当された方です。その時はイエローカード4枚というデータが出ています。さて福田さん、はい、両チームの注目プレイヤーをピックアップしてほしいんですが、今出てますが遠藤ですね、はい。それとやっぱり、まあ、鹿島で言えば目鉢ということになると思うんですが、はい、やはりなかなかこう点が取れてないと、そういう中でやっぱり若い選手がですね、はつらつやっぱプレーするというのは非常に重要なことだと思うんで、そういう意味では今言った遠藤、梅鉢というところに期待をしたいなというふうに思いますね。非常に前節梅鉢は非常にいい働きしましたからね、期待できますね。浦和はどうでしょうか。浦和はですね、やっぱり梅崎、そしてあと柏木ですね。柏木は特に、梅崎はですね、前節非常に左サイドでチャンスを作り、当然手にも絡みましたし、今シーズン非常にいいと思うんですね。でもう一人やっぱ柏木なんですが、柏木はですね、この時期やっぱペトロビッチ監督になって一番パフォーマンスを良くしている選手の一人かなと思いますね。今一番乗りに乗っている選手の一人だと思いますね、はい。柏木は今日マルシオ・リシャルデスと並んで、トゥーシャドウの位置に入ります。さあ間もなくキックオフです。J リーグディビジョン1の第5節です。舞台は県立鹿島サッカースタジアム、鹿島対浦和という一戦です。前半は鹿島ボールのキックオフです。まずは長いボールを右の前に送ったんですが、浦和ボールスローインで牧野が少し距離を出してポポに入れてきました。ここに柏木陽介、プレッシャーをかけて奪った梅鉢のパス、右には遠藤、大迫がスペースを空けてこの位置でマイボール、オーバーラップ西、大迫は勝負してマイナスを狙ってきた。コーナーキックです。またこのコーナーキックが落ち着いたところで福田さんに今日の見どころをお聞きしたいと思います。昨シーズンまでは野沢が蹴っていたセットプレー、まあ、今シーズンこの右コーナーはインスイングで遠藤が蹴ります。開始直後のリスタートなんですが、山村と岩政センターバック2枚がペナルティーボックスに入ってきました。キーパーに向かってくるボールです。加藤は空いているところにしっかりパンチング、これがつながりました。持って運んで倒れましたが、梅崎に対してはこれはノーファール。逆サイドに大きな展開です。遠藤からここに前に上がっていたセンターバックの岩政、一つ後ろに下げます。さあ今日初スタメンの土井翔真、速いボールを入れてきました。すぐさま加藤は阿部につないで、マルシオ・リシャルデスには入りません。梅鉢マイボール、ここで遠藤、もう一回梅鉢、これはどうかな、逆サイドチャンス、ヘディングシュート、梅鉢アシスト、興梠ゴール、鹿島今季初ゴール来た。開始わずかなんですが鹿島が先制しました。やっと来ました、待望の今季初ゴール、アシストはこの若武者梅鉢です。いやでしたね、ですね。立ち上がりからですね、やっぱり鹿島のその勢いというか気持ちっていうのは十分伝わったようなゴールですね。立ち上がりからずっとチャンスを作ってですね、はい、ここからまあ雨の対応がもう少し
しっかりとしていればよかったかもしれませんが、そこを逃さずですね、梅町がシンプルにですね中に入れて、そして少しプラウェイしてですね、コオロギがゴールを決めたと、非常にいいゴールだったと思いますね。非常にシンプルに、より正確にっていうのがゴールにつながったと思いますね。柏木を落としてポポ、スピードのあるワンツーですが、柏木はここでキープ、上がったのがマルシオ・リシャルです。チャンス、裏はマルシオ・リシャルです。同点、1対1、取られた直後に追いついた柏木が来て抜け出したマルシオ・リシャルです。今季初の先発起用に応えました。裏は同点です。これもでも長いボールの落としから福田さん、仕掛けは早かったですね。そうですね、これも前線にですね、4人柏木入れたら5人ぐらい行ってますから、そういう意味では浦和としては非常に狙い通り の形でゴールできたと思うんですね。マルシオと柏木っていうのをどうやって抑えるかっていうのは非常にフォーバックの場合非常に難しくなりますからね。そこをしっかりついて中央に大きな穴ができてしまいましたね。マルシオ・リシャルですが、空いていたポイント場所をついて見事に点を取ってきました。鳴り物入りで浦和に入った昨シーズンはついぞ眠ったままシーズンが終わってしまいました。本来は福田さん、ああいうところに出てくるのは最も得意とする選手ですよね。本当ですね、ゴール前でですねシュートを打つようなポジションっていうのは彼の一番得意とする形ですから、もともとキックに一番精度の高い選手は裏の中でも当然マルシオですからね、そこの位置にポジションを取るというのは非常に重要なことだと思いますね。下田さん、はい、どうぞ。今のボールは本当に嬉しかったようですね。ベンチの控えの選手たちのところ全員に握手をしに来ましたね、はいはい、そしてすごい笑顔でした。マルシオは、ベンチスタートのゲームがここまでずっと続いてましたので、ベンチメンバーの気持ちもよく分かりますしね。そうですね、去年のシーズンですね、相当苦しいんだと思うんですよね、はい、そういう思いもあったのかなと思いますね。さて、ゲーム前我々がなんとなく予想したのは、たくさん点の入る試合にはならないかなというのが実は予想だったんですが、意外なことにわずか5分で2点が入ってます。そうですね、お互いこうリズムができない間に、知らない間に点が入ったって感じでしょうね。ここは空いているところに入れて落としてチャンス、ポポシュート打ってきた、ポポが逆転、柏木逆転、持ち場を離れた阿部のアシスト、最後ポポ仕掛けの速い浦和、あっという間にフィニッシュ、今度はポポです。浦和の先制ゴールもそうなんですが、このゴールも完全に中央を崩されてるんですよね、はい、で2列目から走ってきたやはり柏木であったり、ここは阿部でしたけれども、はい、後ろから出てくる選手に対してやっぱ突ききれないんですよね。どうしてもですね、鹿島がフォーバックなんで、そこの間にみんな人が入られてしまうんですね。そういう戦い方を浦和してくるんで、まだ立ち上がりそうな時間経ってないですが、ちょっと鹿島が対応しきれてないかなという感じしますね。下田さん、はい、どうぞ。2失点しまして、ジョルジーニョ監督は遠藤選手を呼びまして、梅鉢選手に対する指示を与えていました。そのちょっと梅鉢の動きも見つつ、あとはちょっと今福田さんがおっしゃった話を少し広げますと、今日は福田さん、これ4-4-2対3-4-2-1というこの合わせが実は結構なキーファクターなんですよね。そういうことなんですね。どこのポジションもですね、マッチアップはしないんですよ。鹿島の選手はなかなか人を見るのは難しいんですね、はい、そういうシステムをですね、浦和のペトロビッチ監督がしてくるんでね、そこのところちょっとリズムができる前に立ち上がりに失点してしまったかなと気がするんですよね。ですからジョルジーニョ監督が梅鉢呼んだのは、当然少し浮きがちになるシャドーアタッカーも含めた指示と見ていいでしょうかね。そうですね、非常にね、捕まえるのは難しいんですね、はい、わざとそういうシステムを組んでそういう動きを要求してますから、ペトロビッチ監督がね。西のパスから右エンド、これは下がってカバー、本当に開幕からこの梅崎は体が切れてます。長いボール牧野、ターゲットポポ、ヘディングしないで後ろに任せました岩政です。ここは山村、オリンピック代表のキャプテンでもあります山本は最終ラインに入っています。左サイド上がった出場停止明けの洗い場、その前に土井、さあ土井はドリブラー、土井が入れてきた、速いボール手前の佐藤入ってきた、
途中出場がある土井なんですが、先発もちろん初めて、記念すべき初先発ゲームです。これは鹿島ボールのリスタート、なんだかちょっと予想とは違う、随分とわさわさしたアップテンポなゲームの入りになってます。まあ、両チームともちょっとまだ落ち着いたような状態ではないですね、はい、本当に立ち上がりからこう打ち合いになってますから、バタ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 してるような感じですけどね。6分間で3点入りました、このゲーム。まだ時計の針は間もなく8分という時間です。ボールを蹴るのは左利きの遠藤、遠いサイドを狙ってきた、これはノーチャンス。あ、でも加藤は蹴ります、早めに蹴ってきました。少し持って時間を作るかなとも思いましたが、早めに蹴ってきました加藤。はい、そうですね、今マルシオが非常に長いランニングですね、40メートルぐらい長いランニングしたんでね、そこのディフェンダーの裏のスペースにカードを蹴ってきましたけれど、まあ、今シーズンの裏はですね、そのキーパーからのビルドアップ、今のも結局はキーパーからの攻撃の第一歩なんでね、そういうことをキーパー求められてますし、キーパーが早くこう切り替える、こう切り替えるためにもやっぱ前の選手が早く切り替えないとねいけないんで、そういうことを求められてますよね。これはちょっと詰まったんで、短いパスをつなぎながらリズムを探ります。天童から小笠原、短く真ん中に1回ボールをつけました。経由したのは梅鉢です。もう1回小笠原、左足のサイドチェンジ、ここにもベテランの洗い場、縦の勝負、平川も外してクロスボール、頭に当てた坪井、下がった柏木はここでキープ、ラインを割ってスローインです。まあ、裏は、まあ、鹿島はこうやってポジションしている時には裏人数かけて守ってきますからね、はい、なかなかこうボールは持たせてくれますけど、ゴール前にはちょっと選手が裏の選手が多いんでね、スペースがないと思いますね。これも速いパントキックです、まあ、これがですから先ほど福田さんがおっしゃったプレー、前はキーパーが持つと必ず動く、でそこをキーパーも狙うということですね。そうですね、あのゴールキーパーの方はですね、その技術持ってるんで、はい、そういうものを最大限に活かしてるなという感じがしますね。まあ、昨今本当にキーパーに求められるものはより高度になってます。一方こちらは鹿島の中盤センターの梅鉢、まあ、公式戦この2試合連続で先発で出てるわけなんですが、いいですよね。いや非常にいいと思いますね、はい、まあ、今日の1点目なかなかゴールが取れなかった1点目アシストしてますし、はい、攻撃のところでもいいアピールができてますよね。下田さん、はい、どうぞ。梅鉢選手なんですけれども、 F マリノス戦でスタメン起用された時は本当みんなびっくりしたんですが、はい、チャンスなのでお渡しします。持っているのが西です。右に遠藤、遠藤は逆にボールを入れてきました。まあ、まさに福田さんがおっしゃるように、守る時には浦和はご覧のように白いユニフォームが結構深く下がってブロックを作ってきます。はい、マルシオを残してですね、5-4-1みたいな形になるんですね、はい、なかなかゴール前はフリーになるようなシーンというのはなかなか鹿島作り出せないと思いますね、時間をかけてしまうとね。アライアが持ってきた、どこかでこうやって1対1で仕掛けてですね、剥がしていかないとなかなか時間をかけた時にはチャンスにならないかもしれないですね。で逆にサイドバックのアライバがあの辺まで行ったものの捕まってしまうと、今度は前に残っているココの動き出しに合わせて速攻が来るわけですね。そういうことなんですね。厚く守ってですね、特に今2対1でアウェーで浦和が勝ってますよね、はい、当然鹿島は前がかりになってきますから、しっかりと守って浦和としてはカウンターということも狙っていると思いますね。少し構図がはっきりしてきました。左のコーナーキック、鹿島アントラーズ、ボールを蹴る遠藤、カーブかかって後ろからヘディング、岩政豪快に飛び込んできました。センターバックの岩政です。今の岩政ちょっとファウルになりましたけれども、はい、やはり鹿島の強さっていうのはなかなかこう点が取れなくてもですね、こういうセットプレーですね、こういうところで点を取って自分たちのリズムにしていくっていうのはやっぱ鹿島の強さだと思うんですよね、はい、そういう意味では、まあ、いない選手の話をしてもしょうがないですが、野沢が去年はですね20点近くやっぱそのセットプレーで絡んでますからね、はい、その選手がいなくなったらちょっと大きいのかなと思いますね。股抜きにパス通った遠藤はシュートが、中にいた大迫に合わせようというクロスボールです。加藤のパントを引っ掛けた大迫、そこからショートカウンターを狙ってきました鹿島。最後はシュート性のクロス、この25番の遠藤です。梅鉢バックパス、山村はダイレクトでサイドチェンジ、短いボールをもらって岩政、ここに西、
今日はアレックスベンチスタートで右西左洗い場というチョイスです。ジョルジーニョ監督、裏を狙ったボールを入れてきましたよ。ここでは興梠が反応しています。この興梠とまたちょっとフィード失敗、右から土井が仕掛けてシュート性のボールを入れてきました。ちょっとキーパーからのフィードが2度続けて引っかかった形です。そうですね、はい、今のはちょっと裏のカットは軽率だったと思いますね。牧野は全然ボール見てませんでしたから、今土井いい形で抜け出したんですけどね、はい、集中してそのミスをしっかりとものにしようという意識を持っていい形でボール取ったんですが、ちょっとクラスがねしっかりと上がらなかったんで残念ですけどね。下田さん、はい、どうぞ。アントラスベンチ、ジョルジーニョ監督が先ほどから梅鉢選手をずっと呼んでいるんですが、なかなか指示が通りません。おっとチャンス、大迫だ、勝負。はい、あの梅鉢にとってはですね、相当難しい試合になると思うんですよね。それは浦和がちょっと独特なあのフォーメーション、守備と攻撃でいろいろポジション変えてくるんで、なかなかどこを埋めていいのか、誰を見ていいのか、これを見てたら違う選手が出てくるみたいな状況なんで、ちょっと混乱してるかもしれないですね。今度は小笠原、手前にボールを落としてきました。クリアに反応、マルシオ・リシャルです。入れ替わって前向いた、パスは一気にポポへ。これは1対1の状況です。ここ後ろから出てきました、上崎がボールもらってパス、シュートが来た。今のは出てきたのは平川か、そして最後ここシュート、結構距離あったんですが、この辺のゾーンからでもこの人はハードパンチャー、射程圏です。いや見事なカウンターアタックだと思いますよ。今はまあサイドバックの平川がオーバーロックしてきましたけれども、それ以外にも最終的にゴール前まで4人来てますからね。そうそうですね、はい、パスは今3本でシュートまで行ってますけど、そのパス交換の間にも4人上がってきてるんで、その意識っていうのは非常に高く持ってトレーニングされてるっていうのが出てると思いますね。下田さん、はい、どうぞ。また実は今日このマルシオ選手とポポ選手なんですが、はい、あの同じブラジルのアンデラジーナ出身で、家も近くて子供の頃から一緒にサッカーをしていて、いつかはプロとして一緒にプレーをしたいというふうに思ってた2人が同じピッチに立っています。今日はクオリティの高さを追求して、そんなプレーをしていきたいというふうに話をしています。おっとこれは真ん中大迫、まさに前節川崎戦開始10分でポポが点取ったんですが、彼は真っ先にベンチのマルシオ・リシャルですと見せて抱き合いました、まあ、そういう背景があってのそのシーンです。まあ、今日の試合はその2人が点取ってますからね。ああそうですね、はい、抜けてマルシオ・リシャルですが、この位置中にポポ戻して梅崎、真ん中でマークが空いた阿部なんですが、これはトラップ流れました。前から鋭くディフェンスに切り替わった柏木、平川マイボール、遠いサイドにマルシオ・リシャルです。手前に入れてきましたがまだあります。平川が後ろに下げて、鈴木啓太は後ろからやり直す選択、坪井は横じゃなく縦、止めた平川は後ろからまたやり直し、まあ、これで三角形作りながら、今まあ阿部がファールになったんですが、いろんな動き直しを繰り返しながら浦和は球を回すんですが、本当に上から見てると鹿島の選手が掴むのは難しいのがよく分かりますね。掴みづらいですね。そういうポジションを取らせるようにしてますから、はい、非常にちょっと混乱しやすいですよね。まあ、まして鹿島の場合は立ち上がりに先制してすぐ2点取られて逆転されてしまったんで、ですね、少しやっぱ勝ててないチームだけに焦りがあると思うんで、はい、もう少し前がかりになっているところがあるんでね。本来であれば鹿島の一番得意な形であるセットプレーと、もう一つのカウンターっていうのはですね、裏にやられてしまってるんでね、まあ、非常に鹿島としてはちょっとリズムが悪いなというふうに思ってると思いますけどね。指図しながらピッチに声をかけているのがミハイロ・ペトロビッチ監督です。両監督ともにテクニカルエリアに出てきています。広島では本当に印象的なサッカーをやってきましたこのペトロビッチ監督。これが梅鉢、うんと引っかかって阿部パス、一気に前、これはキーパーの曽我畑が出てきます。まあ、あの辺のゾーンからでも前にすぐ仕掛けていくイメージを全員がなんか浦和は共有している感じです。センターバックの山村が来ました。興梠が仕掛けて逆取った、
バーしたのが鈴木啓太、ここに平川、洗い場です。短く預けて土井、やり直して土井から梅鉢、ともに19歳。この山村がいて、梅鉢がいて、土井がいて、これはまあ変な話、オリベイラ監督の時代だったらちょっと考えられない選手起用です。本当そうですね、やっぱり世代交代。おっと大迫だ、いいシュート打ってきました。少し世代交代ということも考えてるのかもしれないですね、はい。無理してそう世代交代を急いでる感じではないですけども、当然開幕の時にはね、経験のある選手を使ってましたからね、はい。そういう風にやりながら、少しずつ若い選手にチャンスを与えながらというような、緩やかにこう世代交代を図っているのかなという感じはしますし、そういう時期に鹿島は来ているのかなというふうに思いますね。篠田さん、はい、どうぞ。先ほど言いかけた梅鉢選手なんですけども、はいはい、ごめんなさい、はいはいはい、ジョルジーニョ監督はですね、すでに2月の宮崎合宿の時点で梅鉢選手には注目しておりまして、その頃から評価は高かったそうです。前にいた遠藤、スペースを空けたのが興梠、遠藤はルーレットからシュートを打ってきた。がっちり構えられる前にシュートを打った形です。遠藤、阿部です。間合いを図って柏木へ、前にマルシオ・リシャルデスもいたんですが、ここはちょっと持ちます。少し持つ時間になります。やっとこうなんかゆっくりボールを持つところ、そうですね、ようやくなんかテンポが時間を作りましたね、裏側あえて作りましたね、はい。これも福田さん勝ってますし、重要ですよね。そういうことですね、リズムを変えていくことって非常に重要だと思いますね、はい。ただやってる中でこういうミスはちょっと禁物、流れは変わりかねません。ショットキープ大迫、この人の爆発もシーズン通して望まれるところです。こぼれ球、遠藤がアプローチ、鈴木啓太へのファールです。今ドリブルで仕掛けた大迫なんですけども、大迫去年のシーズンの途中が非常に良かったと思いますね。オリンピックでも非常にいい働きしてますし、今シーズンも点は取れてないですが、それ以外やっぱりしっかりと前でボールを収めてですね、時間を作ったり、ドリブルで仕掛けてチャンスを作ったりしてますからね、はい、非常にいいと思うんですが、ただやっぱりね、フォワードなんでね、点ですね、やっぱ数字っていうものにもう少しこだわってもらいたいなと。今日の試合ちょっとミドルレンジから1本シュート打ちましたけど、やっぱりシュートチャンスを自分で作る、もしくはそのチャンスを絶対にこう逃さずにシュートに持っていくっていう、こうそういうなんていうのかな、ゴールに対する思いっていうのをもう少し強く持ってもいいのかなという感じはしますけどね。実際さっきのシュートもパンチ力ありましたし、彼はミドルレンジいいもの持ってますからね。そうなんですね、ポテンシャルがあるだけにね、それを最大限に生かしてもらいたいなと、それをゴールを取るところに生かしてもらいたいなと思いますね。岩政の浮き球が小笠原に入って、戻しをここで西、ちょっと前には味方がいません。カット牧野でボールを持つと4バックになります。浦和最終ラインには阿部が入ります。その前にこの状況ですとアンカープレイヤーの役割になります鈴木啓太。ここがですから福田さん、ペトロビッチの独特のやり方なんですね、はい。後ろ、アンカーの一人、啓太か阿部が最終ラインに入ると、主に阿部が入ってこう4バックになって、でアンカー的なところに鈴木啓太がいるんですね。で前線にですね、5人張り出すんですよね。で4バックで5人見る形になってしまって、鹿島のですね、小笠原と梅鉢がちょっとマークを見る選手がちょっといなくなってしまって、で前線の選手にボールが当たってしまうんですよね。これがですからペトロビッチ監督曰く、私はアリゴサッキが開発したあの 4-4-2 のゾーンプレスを破ることを研究してきたと、そういう意味では今日のこの鹿島との一戦は、それがぴったりハマるゲームであるという言い方をしています。そうですね、まさにその言葉通りだと思うんですね、はい。中盤でプレッシャーがかからないわけですよ。なぜかというと中盤に人がいないんで中盤にボールがそういう感じで入らないですから、で前線5人張り出してですね、みんながこう引いたり出たりしながらですね、ギャップ作りながらボールを引き出してくるんですね。阿部がボールを持っています。ですから3バック左の牧野は持つとサイドバックの役回りになります。そうですね、
逆に言うと牧野はセンターバック、まあ、ストッパーもできる能力がなきゃいけないですし、サイドバックの能力も必要だってことなんですね。これはノーチャンス、キーパーの曽我畑が取ります。ようやくゲームが落ち着きました。その状況の中で両者どんな攻めを繰り出してくれるか。西のパスです。まず空いてる場所に入れて、さあ初スタメンの土井、抜けた。ちょっと2つ目のタッチがうまくいかなかったんで入れ切ることができませんでした。マルシオ・リシャルデス、鈴木啓太ダイレクト、さあ前が空いて平川、平川はまず行きます。これは抜き切ることはできませんでしたが、福田さん、このウイングプレーヤー2人のこの突破も裏は結構キーになりますね。そうですね、まあ、広島の例を出しては申し訳ないですが、はい、広島の場合は右サイド平川のポジションにミキッチがいましたよね。でミキッチが非常にチャンスを作ってましたから、それは1対1で仕掛ける。やっぱり裏の場合は両サイドに広く選手を置いてますから、そこで両サイドに入った時に1対1でそこで仕掛けて勝ってチャンスを作るっていう能力は求められると思いますけどね。まあ、右はベテランの平川で、左には若い梅崎が入っているんですが、まあ、今ですから宇田川が試行錯誤しながら勝ち点取れているのは、この人もらった梅崎が切れているというのは大きいですよね、はい、これ逆サイド抜けた、ちゃんと交錯したが、これはどうだ、今向こう側の副審に山際雅史が呼ばれましたが、 PK ですか。PK を刺した、ね、PK を刺した。ペナちょっと確認しましょう。微妙な位置に見えましたが、そう交錯したのはラインのやや外ですね。洗い場が当たったところはラインの外ですね、はい。まあ、ところがギリギリの位置だったんで、結局ペナルティの判定になりました。これもでも浦和のシャドーアタッカーの背後への抜け出し、まあ、シャドウと言いましょうか、まあ、前の3人の背後を突く動きが起点となってのものです。今マルシオのところにボール出ましたけど、はい、逆サイドに平川開いてたんですよね、はいはい、そこはものすごく大きくこうスペースができてるんですよ。だから前に5人張り出されてしまうんで、4バックだとどうしてもああいう形になってしまうんですね。間に立たれてしまうからね。さあ25分決まれば2点差。今日先制ゴールのマルシオ・リシャルです。両手を広げた曽我畑、2点差、浦和のリードは2点、1対3です。さて鹿島は2点のビハインドになりました。前半ちょっとでもそのズレがずれたままで鹿島は続いているので、ちょっと福田さん何とかしたいですね。そうですね、なかなかそれに対しての対応はまだ全然できてないですから、はい、今この PK になったシーンもそうですが、ああいう形っていうのは何回かちょっと作られてしまうかもしれないですね、このままだと。で、まあ、これ、まあ、今マルシオが点を取って2点差になりましたが、まあ、面白いものでペトロビッチ監督のチームは、まあ、この今日は鹿島相手にズレを作って圧倒はしてるんですが、同じ4バック採用の川崎とやるとなぜか相性が悪いという、そういうデータがあります。おっとこれは小笠原、パスはペナルティの中を狙ったパス、右にはサイドバックの西、ここに遠藤、2人引きつけて股抜きのパス、スローインは鹿島ボール。おっとファールか、ファールですね、失礼、ファールです。木村主審がリスタートやり直しを命じました。前半は鹿島が浦和のサポータースタンドに向かって攻めています。2点差をつけられた鹿島、重要なセットプレー、面白いゴールが来た。入れ替わってマルシオ・リシャルですが、引っ張ってファール、梅鉢にイエローカードが出ました。駆け引きで入れ替わられてイエローカードをもらってしまいました梅鉢です。まあこういうのからスーッと入れ替わるのはこの背番号10番最も得意とするプレーです。本当そうですね、
下田さん、はい、どうぞ。今日のレッツなんですが、こういうボールデッドの時、そしてちょっとゲームが止まった時、必ず選手同士が話していますね。その中心になるのは柏木選手、そして牧野選手ですね。選手自身も言ってるように、全然まだ 100% ではないです。ただ監督が志向するその方向性を、みんなが理解し始めていて、その共有する意識は随分見えるようになってきていますというコメントがただ聞かれます。そしてレッツなんですが、はいはい、マルシオ選手の様子を見てたんですが、原口選手がアップを早めています。マルシオ・リシャルデスは膝ですかね、ちょっと足を今確認してます。この後交代のようですね。あ、変えるんだ、はい。抜けようとしました梅崎、ターゲットポポ、この人はガッツ抜群に入れ替わった。梅崎が持って上がって西が対応、梅崎クロスチャンス、突っ込んできた柏木、岩政がノット、つなぎは失敗、阿部のダイレクトパスもらった梅崎はセンターへ、ここにポポ、逆サイド平川、これでサイド変えます。ここで広さを作ってきます。下田さん、はい、どうぞ。マルシオ選手出たいということですね。あ、出る、はい、一度アップをしてた、着替えてたんですけど、またジャージを原口選手が着ました。ゴブゴブ、スロイと遠藤がコンタクト、ドイカコンタクトしまして、これはスロイファール。まあ、今シーズン去年のシーズンはですね、なかなか出場できなかったつもりもですね、はい、まあ、今シーズンは非常にチャンスをもらってですね、実は本当はいい働きをしてるんですよね。まあ、阿部とかね、柏木のところにどうしても目が行きがちなんですが、非常にいい働きしてると思いますね。守備が安定してる、まあ、当然1対1の能力高いですし、はい、スピードもありますからね、そういう意味じゃすごいの存在っていうのも大きいのかなというのは思いますね。これは西が晒して梅崎とマッチアップ、結局ファウルを誘った形です。これが梅崎のファールになって、でペトロビッチ監督はさっき木村主審に何か一言言って、その後選手に声をかけているようです。さて鹿島ボール、下がったところからの展開なんですが、左のサイド流れた大迫、コンタクト入れた梅崎選手戻ります。はい、これでフィールドのプレイヤー揃いました。浦和です。最前線にポポ、スローインの判定です。柏木ヒール、ポポが落としましたがカットドイ、スイッチして小笠原、丁寧にサイド変えます。これで完全に白いユニフォームは起陣しました。ギャップに入れてきた、これで白が密集、これを破らなきゃいけない鹿島、左から土井オーバーラップ、アライバー、土井はシュートを打ってきた。アライバーが後ろから後方シーンをしたんですが、土井はシュートの選択です。左起点を作った梅崎にはストライカーの大迫ディフェンス、この辺でもらって攻め切りたい鹿島。目はいい守備でしたけどね、今ね、はい、しっかり対応してて、もう取れると思ったらアプローチしましたからね、非常にいい判断だと思いますけどね。中盤にボールつけます、鈴木啓太から永田。浦和は開幕2節の柏戦から、今のベースの形がちょっと固まった感じです。坪井、永田、そして牧野の3バック、何よりも阿部を中盤で使ってから浦和の雰囲気は変わってます。山村カット、ここに少しプレッシャーをかけたポポ、かいくぐって小笠原、鹿島のスタイルの話を少し前に福田さんされましたが、何でしょうね、いい時の鹿島はあの辺から一気のカウンターっていうのもあったような気がするんですが。そうなんですね、鹿島のやっぱり得点のスタイルっていうのは、はい、セットプレーとやっぱカウンターだと思うんですよ。これがやっぱりものすごい威力を持ってましたから、それとやっぱり粘り強い守備ですね、はい、センターバック2人とボランチの2人、そのセンターのところのやっぱりバイタルエリアの硬さですよね。でそれでしのぎながらですね、やっぱりカウンターとセットプレーで点を取って、
自分たちのリズムにしていく、特にセットプレーから点を取ってですね、相手が前がかりになってきたところのカウンターっていうのが非常に鹿島のこう強さ の秘訣だったと思うんですが、今シーズンやっぱその両方がちょっとなくなってるのかなと。先シーズンちょっとねカウンターのところにちょっと威力がなくなったかなというふうに思いましたけど、それでまあジュニーニョ取ってきたと思うんですね。ただジュニーニョ思ったようにフィットしてないんで、まあ今シーズンも思ったようにカウンターっていうのはうまくはまってないですよね。でなおかつセットプレーのキッカーですね、野沢がいなくなったっていうことがちょっと鹿島にとっては得点源がなかなかこう作り出せないのかなっていう原因のになってるのかなと思いますけどね。今日は早々梅橋のいい飛び出しから最後興梠が点は取ったものの、まあ、過去4試合無得点のゲームを見ますと決して特別悪いという感じではないけども、ただ点の匂いもあまりないというのはそういうところに理由があるんですね。そういうことですね。やっぱゴール前のこう迫力みたいのがちょっとないかなという感じがしますね。おとなしい感じがしてしまいますよね。2点のビハインドになったんで、そのちょっと迫力を鹿島から見たいんですが、浦和の方もリードするとそこは、まあ、5バックで守る形を持ってますので簡単ではありません。これは下がったポポにスローインを入れます。マルシオ・リシャルですから鈴木啓太、斜めにボールを戻して牧野はダイレクト、さあ前が空いて梅崎、遠藤が食いついてくる前に1回牧野を使いました。今度は最終ラインの間に鈴木啓太が入ります。この辺からゆっくり回していると思いきや、一気の長いパスで広さを作ってくるウィングプレイヤーに球を届けて攻め切るというのも広島時代のペトロビッチのチームはやってました。これはスローインです。今みたいに浦和がですね、はい、まあ、最終ライン4人と、まあ、鈴木啓太を入れてですね、まあ、5人でゆっくりボール回すんですが、それにこう慌てて食いついてくると中盤に、そう、鹿島が食いついてくると中盤に大きなスペースができてんで、そこにですね中途半端なポジションで柏木がボール受けたり丸翔がボール受けたりするんですよね。斜めに走ったポポ、真ん中に柏木陽介、牧野も来た、これはプレーオン。柏木は前に残せず、さあ左のサイドで土井のパス、大里もらっていったかな、あーと右では遠藤が余ってましたが、仮に興梠につけても今のはおそらくオフサイド。そうですね、今いい形で抜け出しましたけど、はい、まあ、左サイド上がってきた洗い場が見れていればね、決定的な形になったと思いますけど、コオロギの方を選択してしまったんでね、コオロギはオフサイドだったので止まってしまいましたね、はい、この1本の長いパスからスピードを上げようとしました浦和で、行ける時にはポポも今のディフェンスのように前からもチェイスをかけてきます。残って梅崎へ入れ替わった、ここ梅崎、届けば丸勝利シャルですですが、これは引っかかって幸い鹿島、さあ小笠原、あっと狙っていました鈴木啓太、平川は右にランニング、遅れて土井が戻ってきますが預けて右に平川、ここは後ろ一つ裏を狙ったパスです、ヘディングです永田、梅崎、西ファール、おっと逆でしたね、あ、逆ですか、ちょっと分かりづらかったですね、はい、梅崎のファールだったんですね、なんかちょっと分かりづらいですね、はい、ね、大きなサイドチェンジです。ここ運ばれてもまずは構えて対応、ここにマルシオリセルですが1回マークにつきます、左の角ポケットの位置にボールを入れてきました、ボールもらって大迫、狭い、奪えませんでしたがスローインになります。もうこれで浦和ゴール前9人ぐらい戻って1人だけ前線にですねポコを残して、はい、9人自陣してますから、まあ、後ろ5人その前に4人みたいな形になってるんでね、鹿島は本当にこうスペースないんですよね。で縦パスに入れてきたところにですね浦和がですねインターセプトに行くんですよ、はい、で前がかりにインターセプトでうまく入った時にこうカウンターの勢いが出てくるんですね。前にパワーを持ってますから、はい、こうに鹿島が回している時に縦パスに対してインターセプトに入って、それがいい形でインターセプトになった時にいいカウンターにつながるんですね。当然崩すためには鹿島のホームと、これは小笠原パス抜けて興梠、興梠入れた、大迫だ、決まったか、あ、外か、
から抜け出した興梠、丁寧に入れて最後大迫。いやー大迫もねこう枠には飛ばしてもらいたいですが、はい、まあ、牧野はねやっぱ体を張っていたんでそれはちょっと目に入ったのかもしれませんが、まあ、興梠の飛び出しそしてクロス、そのクロスに対してのディフェンダーの前の入り、そこまで完璧だったと思いますけどね、はい、ただ重要なのはゴールに決めることなんでね、そこのところやっぱり決めていかないとこの流れっていうのはなかなか鹿島変えられないかもしれないですね、はい、そんなに多くのチャンスっていうのはこう作り出せないですからね、まあ、前線の選手は少ないチャンスをどれだけ決めていくかっていうのは仕事になると思うんでね、まあ、今長いボールこれは西と梅崎ですが、まあ、西は落ち着いてつなぎます。流れた遠藤には収まらずまた浦和ボールで、これで4バックの形のポゼッション、今は最終ラインに鈴木啓太が入ってます。でここで今阿部がもらったんですが、この時に前線が福田さんおっしゃるように5枚がちょっと前に張るわけですよ ね、 すね、これ張ってる状況で分かっていただけると思うんですが、はい、ラインに張り出すんですね、うん、でウィングバックはもうこれ完全に、まあ、フォワードのウィングの位置に来るわけですね。そうなんですこれはおっと柏木ですが、まあ、これは、叫ぶほどのプレーじゃありませんでした。冷静に対応しました曽我畑です。そういう意味ではこのサッカー、まあ、裏で言えばですね、はい、ペトロビッサのサッカーを十分熟知している柏木はですね、やっぱ他の選手のいろいろ動き方を指示すると、でその中で柏木が非常にうまくですね、あの前線飛び出したり、まあ、中途半端な形で引いてきてボールを引き出したりと非常にリズムを作り出しているってことは言えると思いますね。前向いた大迫、狭いとこ入ってこれを破れればチャンスですが、浦和も構えるとあそこは大変タイトで強固です。本当に人が多いですからね中央はね、はい、なかなかああいう形で突破するのは難しいかもしれないですね。まあ興梠が抜け出してそして大迫がシュート打ったようにやっぱサイドうまく先制点もそうですが、はい、やっぱサイドからうまく攻撃をしていきたいと、鹿島はやっぱサイドバックの攻撃参加というのは一つ大きな特徴ですからね、そういう意味ではなかなかここまでサイドはどちらかというと裏に支配されているかなという感じですね。山村はつなぎに行ったんですがちょっと失敗、鈴木啓太はこれはちょっと残せませんでした。左足洗い場の浮き球、ラインを割ります。まもなく前半の残り時間が5分になります。今日も苦しいゲームになりましたジョルジーニョ監督、まあ、鹿島のレジェンドであり、まあ、ブラジルのレジェンドでもありますジョルジーニョ。島田さん、はい、どうぞ。そのジョルジーニョ監督なんですけども、はいはい、いつも前に出て片時もじっとしてることなく熱く采配を振るってるんですけれども、はい、これは冷静に分析することも大事なんだけれども一方で共に戦うことも大事だということで意識してるそうです。チャンス西、チャンス西倒れた、これはペナルティーはない。西怒った、今のはちょっとどうかリングプレーがおそらく来ると思いますのでまたご紹介しましょう。これですから浦和今日いいのはこれ攻められた後すぐ攻めてくる、すぐ攻めてくる、仕掛けは早い、あっという間に攻められた後は敵ゴールに向かってきます。まあ、この切り替えの速さですね、はい、そして守備からまあ攻撃に出た時の長い距離のランニングですね、それを今日絶やしませんもんね。そうですね、ボールホルダーよりもやっぱりそれを追い越していく長いランニングを躊躇なくしてますから、その辺でやっぱ鹿島の選手たちが少し対応に遅れているのかなと思うんですね。これも危ないですね。これがキーパー出てきます。興梠が粘って今のコンタクトも木村主審が流しました。西がもらって右サイド早めのクロスオンサイドチャンス、大迫これは決めたい。大迫はうわちょっとためらった。下田さん、はい、どうぞ。今珍しいんですが坪井選手が大きなガッツポーズを取りました。そのなんでしょうね、さっきの牧野もそうですしこれもそうなんですが、こう最後のこういう局面のこうなんだろうスピリットっていうのは今季の裏は徹底してますよね。そうですね、まあそれがみんなが気持ちよくプレーしてるっていうことの表れもありますし、まあそこのところ人が多いんでね、はいはい、まあ、フリーにはなかなかならない、誰かが必ずいけるっていうのもあると思いますが、早めのコーナー入れてきましたが、ここで小笠原には残らない。山村セル、ここでベテランの小笠原、前からポポディフェンス、山村キープ、ポポカットして左でカウンターの準備しているのがここにマルシオリシャルです。これで右梅崎、左に柏木、
ですがここに梅崎がいます。右サイドには平川が走っていきましたが、ここに阿部です。今の阿部のプレーは効きますよね。ダイレクトの落とし、その阿部は走った、左でもらってポポポ、阿部が抜けてきた、一気に崩した、おー仕掛け早い。まあ自陣ですよね、自陣深いところ阿部があそこまでランニングしてるわけですから、70メートルぐらいランニングしてるんですよね。これ、はい、非常にボールがワンタッチツータッチで早く動くっていうのは周りの選手のサポートが早いっていうことですからね。今日の裏はやっぱりペトロビッチさんが目指そうとしているサッカーがかなり長い時間多くのシーンでたくさん見られますね。ボールのないところでの活動量があることは我々のサッカーの前提であると語っているペトロビッチ監督ですが、今日はそれが抜群に豊富。西クロス、これはどう、ヘディングシュート、興梠また決定機、鹿島もチャンスがないわけじゃありません。大迫2回、興梠1回、1点は決めたかったこの2トップ。まあ点も入ったのも実はですね、はい、鹿島の右サイドなんですよ。あですね。で今のシーンもそうですし、はい、その前の興梠の 西から出た興梠じゃなくて大迫のシーンも右からなんですが、一つですね、浦和の場合はですね、梅崎は攻撃的にはいいですが守備のところにやっぱ少し不安を感じてますからね。だから鹿島としては右サイドっていうのは一つ攻撃の起点にはなるかもしれないですね。下田さん、はい、どうぞ。前半のアディショナルタイムは2分です。なかなかアグレッシブなゲームなんで、あっという間に時計の針が進みました。真ん中でボールをもらった小笠原、動いた遠藤に入れてきた、これは入れたぞ、チャンス、これはキーパー加藤がキャッチ、真ん中で待っていたのはこのストライカーの興梠です。パントキック、加藤ぴったり当てた、ナイストラップ、マルシオリシャルです。サポート梅崎、真ん中に阿部、使わないで最終ラインから牧野が下げてリベロプレイヤーの永田、降りてきて鈴木啓太がボールを引き出します。急がずに持ちます。非常にペドロビッチさんのサッカーで鈴木啓太と阿部とあと永田のポジションですね、ビルドアップの時には非常に重要なあの役割を担うんでね、彼らのこう出たり入ったりポジションの取り方っていうのは非常にあの重要になってくると思いますね。そういう意味では今日の試合うまくできてるかなと。牧野です。これが九段の永田、鈴木啓太です。少し小笠原がプレッシャーをかけてきました。坪井からカットしました遠藤、ただ坪井はスピードがあってリカバーします。遠藤入れた、キーパーボール、これを鈴木啓太が当ててマイボールにしました。啓太ダイレクト晒して梅崎はキープ、まあ、2点リードがあるので1つ横パスを入れて、まあ、今もまた後ろでしっかりまあビルドアップを、はい、してますけれども、さっきミスになったのが実は右サイドに行った時の坪井なんですね、はいはい、坪井のところは守備はいいですが、やっぱビルドアップのところは少しね問題抱えてるっていうのはあるんですよね。平川クロス、これはノーチャンス、西はまず前に蹴ります。お柏木が拾って斜めに入ってきました。梅崎、これもマークルーズ、マルシオリシャルですから牧野、こぼれて柏木、梅崎シュートを打ちます。まあ、これはつべこべ言わずにシュートを打ってきました梅崎。時計の針はすでに45分を過ぎています。ゆっくりボールを置いたゴールキーパーの曽我畑、応援する浦和のサポーターにとっても気持ちのいい前半の45分になっています。内容だけではなく得点も3点取って2点リード。この辺に入ると柏木からチェイスを始めます。持ち出した小笠原、大迫は中入れた、興梠後ろに小笠原、興梠は縦行った、中は人数揃った、鹿島入れて遠藤が来た、すぐ平川にボールを入れます。前が空いてるんで迷わず行って鈴木啓太を1回経由、手を挙げている逆サイドが梅崎、永田、そして阿部が今最終ラインのセンターです。1対3という前半です。
鹿島が早々に興梠ゴール、まあ、今季チーム初ゴールを決めて先手は取ったものの、その後6分までで浦和がゲームを逆転、なおかつペナルティーキックでマルショーリシャルですが追加点、結局1対3というスコアです。浦和レッズは今日気持ちよく選手が走って、気持ちよくギャップをついて終始主導権を握ってます。さあ果たしてそれに対して後半の鹿島どう出るか。スコアは1対3浦和リード。この放送は鹿島サッカースタジアムからお届けしています。25分までに4点入ったこのゲームなんですが、この3点目の後鹿島西のペナルティへの突破、 PK の笛が鳴らないシーンがあったんですが、まあ、結構微妙に見えましたが、福田さんどうだったでしょうか。ここから放送席から見るとかかっているようには見えましたし、はい、また裏の PK のところを考えるとですね、ここのところは少しあの試合終わった後に、ね、はい、なんか物議を醸し出すようなシーンになるのかなとは思いますけどね、まあ、結果次第だとは思いますけどね。後半からさて遅れて洗い場とそれから西が出てきました。あの福田さん、鹿島は2点取らなきゃいけないんですけど、はい、今の状況で守備があんなにばらけてるまま向きになって攻めるとむしろ逆効果な感じがするんですが、どうでしょうね。そうですね、今言われた通りにですね、はい、やはり浦和はしっかりと守備を、まあ、5人4人1人という形でインターセプトしてカウントを狙ってきますから、はい、そういう中ではなかなかこう前掛かりになっていくのは非常に危険かなというふうに思いますね。後ろからどんどん人が出てきてしまうんでね。まあ、いずれ鹿島がどんなスタンスで後半入ってくるのか、まずそこに注目したいと思います。2012 J リーグディビジョン1の第5節、鹿島アントラーズと浦和レッズの一戦、後半が始まりました。ボールを持っている白いユニフォーム浦和レッズ2点リード、スコアは1対3です。ダイレクトで前、永田もダイレクトで駆け出します。ターゲット柏木、ヘディングした鈴木のボールがここで柏木に収まって、またシンプルに前です。走ったポポ、山村は繋いでいきます。鈴木啓太から柏木、小笠原は戻して山村から中盤に入れます。19歳梅鉢、右には攻撃的なサイドバック西、下がって遠藤、ちょっとトラップ浮いたところ、近いところにいたマルシオリシャルですから圧力をかけてきました。洗い場前が空いて梅鉢がいますが、最終ラインから作り直し、鹿島の最終ライン右サイドバックがこの位置、カット牧野、まあ、この位置画面でも白いユニフォームが密集するように持たせると現実的にしっかり自陣でブロックを組みます。浦和ここに大迫、どうするか、浮き球、逆サイド興梠がいた、こぼれ球は遠藤に残らず、まだ二次攻撃、セカンドボールは今拾えました。鹿島洗い場預けて出ていった、これも前にはいけない、なかなか中央にボールを預けるの難しいかもしれないですね、はい、チャンスになっているのはサイドですね。あそこを狙ってるんですよね、要は前向きにインターセプトするとカウンターにつながってしまうんで、あそこのパスっていうのは気をつけて入れていかないといけないと思いますね、鹿島はね。でリカバーしようとした今攻撃がファールでカードは出ないようです。今攻撃が後ろに対して指示、まあ、リカバーしようとしてこのファールをした形です。浦和はああいう状況でインターセプトできると、今持って運んだ阿部の両脇には3人4人がやっぱり出ていきますんでね。本当そうですね、ボールを持っている選手をどんどん追い越してですね、長距離ランニングしてくるんで、はい、今攻撃ですね、あのファウルになりましたけど、あのぐらいの守備をしないとやっぱりピンチになってしまうと思うんで、判断としては良かったと思いますね。ボールを持ちます浦和、終盤の守備的なプレイヤーの阿部、走ったのが平川、おお逆を取れるか、ちょっとドキッとしましたが結果的には洗い場マイボール。遠藤と坪井の競り合い、見失ったのは遠藤で拾った鈴木啓太は無理をしないで坪井から宇佐美が入った。柏木はすぐディフェンスに切り替わります。ヘディング坪井、阿部勇樹は前
前に蹴ります。反応したここはオフサイド。下田さん、はい、どうぞ。ここで両チームの監督からのハーフタイムコメントが入ってきましたのでお伝えします。はい、お願いします。まずアントラーズジョルジーニョ監督です。慌てず自分たちのサッカーに自信を持って戦え、最前線から激しいプレスをかけ相手の自由を奪え、お互いのために走り声をかけ自分たちの選択肢を増やしていこうと指示しています。その鹿島はここで一つ縦パスを入れたんですが、興梠が坪井とのマッチアップで今ファールの判定となりました。一方浦和レッズベドロビッチ監督2点の指示です。はい、3対1は危険な点差だ、もっと取れるチャンスがあったので決められるところは確実に決めよう、相手は後半立ち上がり必ずアグレッシブに来るはずだ、守って逃げ切ろうと思うなという指示が出ています。その浦和は後ろからのビルドアップ、リーグ前節退場者が出る前も、浦和はリードした後、ちょっとこう守備に重心がかかりすぎたかなという印象はあったのは事実です。今日はただ2点リード、拾って後ろマルシオリシャルですが少し溜めてからこのパスです。カット洗い場、最前線に永田がいて、最後尾に永田がいて、マルシオリシャルですと小笠原のマッチアップ、向きにはなりません。ボールを持っている浦和、しました、文句なく実績がありますので計算の立つプレイヤーなんですが、放送の冒頭で福田さんが触れられたようにちょっとこういい時のジュニアのコンディションにはまだありません。本当そうですね、一人でこう切り裂いていくようなね、はい、そういうやっぱゴールに向かっていく迫力っていうのはまだここまで、開幕してそんなに、4試合ぐらいしか見てないですが、はい、そういう部分というのはちょっと見られないですね。いい時だったら自分でゴリ押して行ってたところ行かないんですよね。そういうことですね、去年川崎でもそうだったんですが、はい、周りのサポートをこう伺うようなね、一人で行くんではなくて周りの選手をうまく使ってっていうようなイメージが強くなってましたからね。あとアメのパスをカットしたんですが、梅鉢斜め後ろにさばいたボールが失敗です。これは一気に仕掛けてきた、こっちはパス失敗だったんですが狙いは明確です。梅崎から柏木、はい、どうぞ。ジュニーの選手ですが28番土井選手と交代のようです。だとすると興梠あたりが中盤に下がるのか、ちょっと立ち位置注目したいと思います。完全な前線3枚ということも考えられます。ここに梅鉢、左に遠藤、タッチライン際に洗い場、近づいてきました興梠、スイッチは失敗、ペナルティの中にスローインを入れます。ここに大迫、抜けたチャンス、遠藤のシュート、こぼれ球、興梠には届かない、まだある。さあ小笠原、戻して梅橋、右オーバーラップ、西入れた、スローインです。ここで土井に代わってジュニーニョ投入、110ゴールの生粋の点取り屋ジュニーニョが前線に入りました。鹿島アントラーズポジション変更の指示です。ちょっとでも選手もまだちょっと聞き取りきれないような感じです。興梠ここでキープ、西から小笠原、近づいてきましたジュニーニョ、使わず横、遠藤から梅鉢、
広げて右に西、素早いアプローチです、梅崎。西は持ってクロスを上げに行こうとしたんですが、これは失敗してゴールキックに変わりました。浦和ボールのゴールキックです。後半は鹿島アントラーズ、自分たちのサポーターが陣取るスタンドに向かって攻める後半になります。これが鹿島のサポータースタンド。プレッシャーをかけますジュニーニョ。加藤がつないで鈴木啓太、平川、ここで奪って梅鉢、小笠原が前でボール欲しかったんですが、梅鉢バックパス、山村も後ろから、これはコントロール失敗。さあジュニーニョ行ったか。島田さん、はい、どうぞ。レッツベンチ動きそうです。小島選手が呼ばれました。中盤のプレーメーカー、若い19歳の小島シュートを準備しています。浦和、洗い場、さあ洗い場、預けて真ん中に小笠原、西はダイレクト、ヘディング永田、打つかな、遠藤シュート、これは小笠原いいシュート打ってきました。遠藤ポポ、山村がマッチアップ、あ柏木が空いた、いいランディング、真ん中丸しおりした、柏木シュートしのぎました遠藤です。いや今のいいカウンターなんですけど、なぜああいう風に柏木がフリーになれるかというと、長い距離をランニングしてるんですよね。自陣深いところからですね、やっぱり 70m 近くランニングしてきてるんで、ちょっと岩政がですね、ちょっと見れなかったですよね。見れなかったのはやっぱ長いランニングしたからだというふうに思いますけどね。ポポが前向いて山村と間合いを測った時にもうこの柏木は迷わず今走りましたね。それがあのチャンスの形につながりました浦和レッズ。さて浦和は小島の準備はもうできてます。ただこのコーナーキックの後になります。ボールを蹴るのはキックの名手マルシオ・リシャルです。ペナルティの中は4枚だけ。ヘディングシュート、ポイントで牧野に合わせてきましたが牧野ファール。島田さん、はい、この後レッズアウトするのは13番鈴木啓太選手です。そういう判定ですね、はい、岩政はこれ牧野はフォームじゃないかと言ってるのかな。ちょっとごめんなさい、分かりませんが、分かりづらいですね、はい、ちょっとでも何か気になるところがあって木村主審と確認をしました。さあプラチナ世代のプレーメーカーアンダー17日本代表では鹿島の柴崎とともに中盤のセンターでコンビを組んだ期待の逸材でもありますこの小島が入りました。島田さん、はい、実はこの間のナビスコカップ岩田戦ではプロ初ゴールを決めましたので取りましたね、はい、あのリーグでもみんな取ってほしいというふうにはコメントをしてたんですけど、はいはい、まあ、とにかくチームが勝つために一生懸命働きたいというふうに話しています。まあ、鈴木から小島ですのでこれは攻撃に少し攻撃的なキャラクターに変わった交代という言い方をしておきます。まあ、特徴的に言うとそうですね、はい、鈴木啓太の方が守備的ですからね。小島はボール動かせますよね。まあ、最終ラインでしっかりビルドアップの時にもう少しボールが動かせるようにというような交代かもしれないですね。だとすると小島起点の鋭いカウンターなんていうのも出てくるかも分かりません。浦和そのカウンターを浴びないようにしながらなんとか攻め切りたい鹿島。早めに1点取るとまさにペトロビッチ監督が言った危険な点差、2点差の怖さが出てきます。洗い場、平川に当たってコーナーキックです。前半は遠藤康
がコーナーキックを蹴ってましたが、ここは名打のベテラン小笠原光雄が蹴ります。岩政が上がってきました。ペナルティーボックス、ペナルティーマークの近辺、岩政ニア、その後ろに山村がいた。半分フリーになったんですがシュートヒットせず、ポポ梅崎が空いた。カットした遠藤はそのまま出ていきます。小笠原から空いているサイドへ、ここに大迫だ。しっかりカバーしました坪井。ポポ大間抜いた、まあ、今坪井の良さ出ましたね、はい、ああいう1対1の対応というのは非常にいいですし、で奪ってからやっぱりなかなかこうフィードはあまり上手くないんですが、前線の動き出しが早かったんでね、そういう部分では非常にチームとしてうまくこう機能してるなという感じしますね。1回は大迫に入れ替わられかけたこの坪井なんですが、その後が抜群のリカバーをしました。プロ11年目のシーズンです、まあ、自分が浦和レッズの一員としてピッチに立つ意味というものをしっかり噛み締めて今日も戦いたいというふうに話しています。でもね、福田さん、そういう栄光を知るベテランのスピリットっていうのもこの先若返りも当然浦和しなきゃいけないわけで重要になってきますよね。そうですね、ここはやっぱ 2,3 年ですね、出場機会にちょっと恵まれませんでしたけども、はい、しっかりとですねトレーニングして準備してきたんでね、こういうチャンスに巡り合ってんだと思うんですよね。そういう部分でもそういう姿勢っていうものね、若い選手見てますからね、非常に模範的な選手の一人だと思いますね。小笠原キープ、仕掛けのパスが入った、大迫が収める、残して遠藤から新井が中空いた、ジュニーニョに入れる。さあジュニーニョ右上がった、西前に抜けた、大迫に入れる。いやー長田迷わずに食いついてクリアしました。おっと勝負だ、大迫パス抜けて興梠、タンからシュート、ナイスキーパー、いいターンでした、いいシュートでした。でも加藤セーブ、すぐ戻ります梅崎、あーと残しましたがちょっと反応が遅れた、少し遅れましたね今ね。西に残したんですがちょっと失敗、カット洗い場、ただボールが流れて残ります。サポート小笠原、前にはジュニーニョ、遠藤がもらって、この人は左利き、スイッチジュニーニョ、ジュニーニョのシュート、鹿島の浮上は福田さん、まあ、この人のコンディションが上がることと無縁じゃないですかね。いや本当そうですね、そのためにやっぱり彼を今シーズン取ってきたわけですからね、はい、やっぱり彼の個人の力っていうものをやっぱり出していってもらわないと、なかなかこうゴールたくさん量産して勝ち点積み上げていくのは難しいかなというふうに思いますね。フリックしました、興梠走り合いです、抜け、おチャンス、大迫オフサイドです。よく粘ったんですが、オフサイドの判定です。大迫のファールじゃないですかね。ごめんなさい、はい、失礼しました。あですか、そうですね、牧野とこれ競り合った時に大迫のファールを取ったんだと思うんですが、はい、あこれがそうか、あっとこの判定もちょっとどうですかね。この画面を見る限りでちょっと大迫は何もしてない感じですけどね。ちゃんと見てくれというジョルジーニョ監督です。鹿島アントラーズ、前半に疑惑の西倒れた PK か否かのプレー、それから今大迫はファールでゴール不意になりました。2点のビハインドです鹿島。大迫はでもあそこ福田さん、いい粘り、いい突破をしましたけどね。いや本当そうですね、牧野がですね、おっと小笠原裏狙ったジュニーニョへのパス、ジュニーニョよく粘った、すごいでしょこれ。そうですね、すごいスピードありますからね。走り負けませんでした坪井、鋭い眼差しでマーカーを確認しました坪井です。まあ先ほど話途中になりましたけど、はいはい、大迫やっぱりその牧野の動きを見てですね、まあ、牧野は走るコースにこう体入れたんですよね。そこをうまく逆取ってですね抜け出したんですけどね。コーナーキックを小笠原、
いボール入れてきて手前に岩政が入ってきました。カウンター発動、これは白いユニフォームがあっという間に前に来た。ただ左サイドは見させずに対応できていたのか、まあ、いずれカウンターはされずに済みました。鹿島今西が対応したんですけど、はいはい、あのマルシオに、非常にいい対応しましたね。食いつかないでですね、ゆっくりこう時間をかけさせるような対応したんでカウンターにはならなかったですね。あれ対応誤ったら逆サイド3人ぐらい今いましたよ。そうですね、今の食いついてしまったら、簡単に食いついてしまったらやっぱカウンター食らったと思いますね。隠れたファインプレーでした西。これは遠藤です。前に大迫、遠藤は持って前見たんですが、結局このタイミングで興梠に入れた形です。後ろから西が来て興梠クロスに大迫が突っ込んできた。そのままプレッシャーをかけた荒井は下がったマルシオ、リシャルです。平川、裏を狙ったポポ、真ん中に柏木、左から全速力で阿部も上がってきました。ランニングあります。今日の浦和、トポ入れた、岩政に当たって山村パス、おっと失敗。ここに阿部がいます。もう一回広げてやり直し、ポポ、マルシオ、リシャルです。急がずにもう一回揺さぶる。今度は持って攻めます。浦和、阿部、入れ替わる。平川は今度裏へのランニング、阿部勇樹、ああ粘る。プレーオンです。小笠原から大迫へのパス。島田さん、はい、どうぞ。ネッツベンチ2枚目のカード切りそうです。26番ディフェンダー浜田選手が準備をしています。もともとは本職ボランチ、まあ、ですが守備的なプレーは割と柔軟にこなせます。まあ、オリンピック代表では最終ラインをやっている浜田を準備しました。まあ、長身のディフェンスプレーヤーという言い方をしておきましょう。そうですね、あのどちらかというとセンターバックもしくはアッパーみたいなね、はい、その守備に関してのあのうまさを持って、そしてフィード能力も非常にありますからね。どういう狙いを持って入れるかちょっと注目。島田さん、はい、アントラーズベンチも動きます。ディフェンダー5番アレックス選手が呼ばれました。2点ビハインドをなんとか挽回したい鹿島。このまましたたかに願わくば追加点を取って勝ち切りたい浦和。ベンチも動いてきます。後半の20分、柏木ファール、カードが出ます。島田さん、はい、どうぞ。アレックス選手ですが7番アライバ選手と交代のようです。そしてレッツですが、アウトするのは10番マルシオ・リシャルデス選手です。まあ、これもファールになったんですが、福田さん、ここもやっぱりアタッカーがちゃんとハードワークして戻ってきてるということですよね。そういうことですね。まあ、柏木の良さといえば良さなんですが、はい、やっぱりロー島津ですね、長い距離をこうランニングするというのは彼の良さなんでね、そういう意味では切り替えが早くですね、守備によく戻ったと思いますけどね。今ボードが掲げられて鹿島アントラーズの選手の交代が行われます。同時に浦和も浜田投入、ベテランの洗い場に代わってブラジル人の左サイドバックアレックス投入。今日2ゴールのマルシオ・リシャルですがピッチを後にします。島田さん、はい、レッツサポーターの皆さんから今日一番大きな声でマルシオ・リシャルデス選手のコールが行っています。1月の下旬にアキレス腱を痛めて離脱が長かったマルシオ・リシャルデス、やっと合流したのが3月の半ばです。まあ、怪我が長かったので、まあ、あまり多くのことを求めずに現状のできることからやっていってほしいとペトロビッチ監督言ってましたが、今日はでも本当にいいプレーを見せてくれました。あの気持ちが伝わるようなプレーをしてましたね。はい、左はアレックス、興梠が起点を作ります。小笠原、前の遠藤が空いて入れた、横ジュニーニョ、勝負から狭いとこシュート、遠藤が打つ、オフサイドです。島田さん、はい、どうぞ。今
シュートを打った遠藤選手なんですが、はい、今日誕生日で24歳になったんですが、はいはい、実は J リーグ初出場した時も誕生日だったんです。あ、そうなんですか。はい、その時ホーム大宮戦で引き分けたんですけれども、今日は勝利で終わりたいと言ってたんですが、まあ、今2点のビハインド、まあ、遠藤あたりの攻撃での貢献というのも今シーズンはまあ大いに期待したいところです。少し前目から捕まえに来ましたアレックス、それを外してポポへのパス、狭いところポポ、阿部、柏木へ、カット小笠原、ジュニーニョ、逆サイド間に合うか、少し体勢整う前にボール来たんですが、大迫を狙ったパスです。これで牧野がコーナーキックに逃げました。さあ後半は小笠原がコーナー蹴ってましたが、今度はレフティーの遠藤、こういうセットプレーでやっぱ点を取れればね、鹿島も勢い乗っていけると思うんですがね。遠藤が狙って岩政のヘディング、枠に来たんですがしのぎました浦和。まだどうかな、もうキープポポ。下田さん、はい、どうぞ。アントラスベンチ3人目呼ばれました。おミッドフィルダー11番ドゥトラ選手です。京都から3月の28日に獲得を発表しましたブラジル人のアタッカードゥトラが入ります。下田さん、はい、どうぞ。40番小笠原選手と交代です。ハイタッチしてドゥトラに後を託しましたキャプテンの小笠原。攻撃的な方向に軸を置いてきました鹿島。ドゥトラはドリブラーです。この人は結構長い距離ドリブルで運んでくれます。まあ、2点ビハインドですからね鹿島はね、はい、点を取りに行かなきゃいけないんで、まあ、そういうリスクをかけてですね攻撃的な選手入れてきましたね。今リズムとしては鹿島の方がいいリズムですからね。ですから早めに次の点が欲しいところです。遠藤戻して梅鉢、あーとリカバーしましたドゥトラですが、ルーレットからマイボール、柏木、くさびが入って一気に仕掛ける、小島シュート19歳、入れて、お逆サイド見てた、チャンス、梅崎シュートか、フェイント外から柏木陽介入れてきた。ちょっと強いボールは蹴れませんでしたが、ちょっとやりすぎましたかね今のね。あそこまでやらなくても、はい、梅崎のシュートでも良かったと思いますけど、まあ、柏木がいいランニングしたんですけど、柏木をパスを出して使うというよりは彼の動きでディフェンダーを引っ張ってうまく彼の動きを使った方が良かったかなと思いますね。シュートコースが逆になくなってしまいましたからね。ただその前の小島のパスですね。ですよね。あれいいパスでしたね。あそこを見れてるっていうのはやっぱ大したもんですよ、はい、しかも遠いところですからね。しかもあの血を這う低いボールでピンポイントでしたもんね、はい、あそこにですからプラチナ世代小島の才能を感じたシーンです。カットした山村が出てきて、おージュニーニョ、あートランプしきれない、気持ち一世高ジュニーニョ、今も決定的な形でしたね。コントロールがうまくいってたら右サイドに大迫、ね、いましたからね、はいはい、大迫のとこパスも出せるし自分でもいけたってシーンでしたけどね。右ポポ上がったのは平川、ポポシュート、阿部勇樹、さあ梅崎、ここまで持って運んで阿部にボールを戻しました。真ん中に浜田、浜田はそのまま前戻した、柏木を合わせてきたヘディングシュート、最後は左ワイド梅崎。まあ、今のシーンなんかも柏木が非常にいいところでボール受けますよね、はい、やっぱボックスの中であそこで受けられて前向かれてしまうとですね、やっぱり鹿島のディフェンスっていうのは非常に嫌な感じをすると思うんですよね。レッツ最後のカードは原口選手です。ああそうですか。鹿島は右サイドで西マイボール、ここに入ってきました遠藤、コオロキ、ジュニーニョ、さあジュニーニョ
またクリア。最前線にポポ、その後ろに小島、柏木でいいんですかこれ。今小島の位置、そうですね、小島の方が、ね、高い位置取ってますね。阿部と浜田が、まあ、中盤少し下がりめのセンター。もう壁パス使った、抜けた、チャンス打てるかな、シュート、ドゥドラシュート、まあ、魅力の一つです、この人のドリブル。まあ、京都大木監督とは、まあ、起用のポジションをめぐって少し、まあ、考えが合わなかったということで、3月の下旬、まあ、鹿島のラブコールに応えた形で、移籍しました。さてポポに代わって原口、3月19日に右のハムストリングに違和感を感じて4月の3日に合流したばかりのこの原口です。まあ、少し裏も、まあ、前半からちょっと飛ばしたところもあると思いますけれども、はい、少し活動量がなくなってきたんでね、まあ、早め早めに前線の選手変えてますけどね。まあ、それだけに鹿島が早い時間に1点取り返せればね、十分こう追いつくチャンスってのあると思いますけどね。流れた大迫が戻してサイドバックの西、左利きの遠藤、入ったばかりのドゥドラヒール引きつけて、2人引きつけて西を使った、ペナルティーの中前向いて大迫、勝負だ、シュート打ってきた、狭いところですがシュート。もう一回ドゥドラ、ジュニーニョに合わない。まあ、裏はあそこのゴール前一番危険なところ人多いんでね、はい、今大迫もシュート打ちましたけど多分ほとんどシュートコースないと思いますね。構えられるとああやって密集ができます。福田さん、鹿島こう効率よく何か穴作るとしたら、いや、まあ、できればですね、やっぱりそれは早くボールを動かして、はい、できるかぎり、まあ、両サイド広く使ってですね、あのボールを早く動かしていかないとなかなかその穴っていうのを見つけられないと思いますけど、まあもうちょっと2点差でね、裏もしっかり守ってっていう意識が高いですからね、はい、そうそう簡単にはこう穴はできないかなと思いますけど、まあ、うまくサイドを使ってね攻撃しようという意思はありますし、前線に人多く置いてますからね、はい、下がった梅崎、おっとゴブゴブ大迫です。粘ってパス抜けて興梠、打てるからシュート打ってきた、コーナーキックです。角度がなかったんですがフィニッシュしました、興梠。まあ、ジョルジーニョ監督期待しているのは彼の今のような動き出しです。そうですね、これ鹿島らしいですよね、斜めにランニングしてあそこで受けてですね、まあ、クロスもありますし、あのシュートもありますよね。興梠非常にいい動きをしたと思いますね。そのいい動きからコーナーキックにつなげて、今日バースデーの遠藤キッカー、まだスローインで残ります鹿島アントラーズ。スローイン入ってドゥトラ、中入れて中には西、競り合い、あーレックス背中取られたがキープ、柏木右上がったぞ、左に原口か、パスをしたがちょっと短い阿部のパス。小島、浜田、最後に原口と入れて全体の活動量は上げました。今なんかも狙いははっきりしてますね、カウンターね、はい、前線で起点を作って後ろから上がってくる時間を作ってですね、右サイドに打って左サイドのオープンスペースですね。左アレックス、こっちはここ攻撃的にしました。ジュニーのヘディング、打てるかな、興梠シュート、コーナーキックです。しっかり見てここに入れてきました。ただなかなかこう人が裏多いんでね、スペースがないですよ、見当たらないですね今ね、クロスもね。ただアイデアとして低くて速いクロスを入れたっていうのは面白いアイデアだったと思いますね。ショートコーナー、アレックス、これもでも原口のいいディフェンスがあったんでクロスボールが入りませんでした。まだ10分以上ゲームが残ってますが、ここまでで鹿島16本、浦和10本、まあ、左の上にデータも表示してますが、シュートの本数が非常に多いゲームになってます。この競り合いは山村、ただ福田さん、浦和の戦い方が前半のあの戦いを一つのベースと考えるのであれば、スタミナも
持続というのはしばらくはちょっと課題にはなるかもわかりませんね。そういうことですね。ちょっと今日も60分くらいからちょっとガスケツっぽい雰囲気にはなってます。上がってきた牧野、パスをもらって梅崎入れたぞ、チャンス、フォローがあって右平川寄ってきました。浜田、平川は自分でショガーッとパス失敗。ジュニーニョ、坪井のいいディフェンスです。ファウルにはなりました。マイボール鹿島、すぐ動かして、さあ前が空いたんで迷わずドリブル、グドラ、おー仕掛けのパス、ジュニーニョの左に大迫、柔らかく入れて、チャンス、ドゥトラ、西は間に合わず、これは浦和の梅崎クリアです。一つやっぱりドゥトラのその前に行く推進力ですか、はい、っていうのは非常にこの鹿島の勢いをもたらしている気がしますね。これがドゥトラ、この狭いところでも行ってあげます。おチャンス、大迫、狭い、下がった柏木クリア。これだけね、浦和ゴール前に人たくさん入れてるんで、まあ、なかなかパスではね崩せないところもありますから、まあ、ディトラのドリブルというのは一つ大きな形だと思いますね、はい、あとはですから最後の表紙、まあ、今日ここがホームゲームであること、それから後半が自分たちのサポータースタンドに攻めていること、そう考えますと、まあ、ここから割と近い時間に点が入ると、このジョルジーニョのチーム一気加勢に同点ゴールのイメージも膨らむ可能性は出てきます。そのためにはまずは次の1点、場合は測って遠藤がキープ、こう1人が持ってる時間というのは短くした方がいいと思いますね、はい、時間がなくなってきて、やっぱ2点差なんで、いいことをしよう、いいことをしようというようになってくると、1人がボールを持つ時間長くて、考えている時間になると、周りの選手止まってしまうんですよね、はい、ボールを動かさないとなかなかこうチャンスは見えてこないませんから、やっぱり自分でアイデアがないんだったら、ボールを離して動き直すということを繰り返した方がいいと思いますね。さあ、一方の浦和は、今はこれはマイボールの局面です。下がって浜田、これは仕掛けの浮き球、抜けて原口、チャンス、浦和、原口前にさらして梅鉢がボールをキープ、遠藤から西、近づいたドゥトラもいるんですが、梅鉢経由サイドチェンジ、アレックスへ、前に抜けたジュニーニョは使わず、アレックスは1回キバーと、ドゥトラで一つ推進力は生まれたものの、頼みのジュニーニョがあまりスイッチになってくれません。坪井がこれもしっかり消します。ゴールキックです。3人の選手投入はすでに終えました。鹿島アントラーズジョルジーニョ監督、小島勝ち、これが小島シュートです。前橋育英高校出身、1992年のプラチナ世代。さあ抜けた、大迫、後ろに興梠が余ったぞ、興梠ヒール、もう一回粘って西が来た、入れてシュート、時間との勝負になってきました鹿島。ゴールにはだいぶ近づいてきてるんですけどね、今もやっぱり左サイドから崩して最後は右サイドで行ってますけれども、はい、やっぱりゴール前に浦和の選手多いですから、できる限りサイドを広く使って出ないとゴール前にスペースできませんからね、はい、スローインです。しました原口、あれと横並びのはずですが、この浜田も結構前に出てきます。もしかすると彼が前なのか、はい、J リーグでも、こういう形でメンバーチェンジをしてそのまま浜田が前に入るってありましたよね、はい、
まあ、基本的な並びはもしかすると浜田が前かもしれませんね、はい、流れの中でどんどん変わるので、ね、柏木だチャンスだぞ飛び込んできたのは梅崎カバーして遠藤ここに小島アプローチマーク外してジュニーニョ前向いた前向いたあーパス失敗だですがファウルついていたのは牧野牧野もちょっとついててそのまま振り切られそうになったんでね相手が出てしまいましたけどねイエローカードが牧野に出ました前に出ていくと体重の乗った強いシュートが飛んだと思いますけどね集中力持ってますからねここでかなりこうゆっくり時間を使わせることに成功してますからね裏としてはね今の柏木のチェイスはですからあの意味があったそういうことです ね非常に集中して意味のあるプレーをしたと思いますねジュニーニョ粘り勝ちですマーキントンに対するファールクロスボールを上げるところまで行きませんでしたジュニーニョジョルジーニョ監督が身振りを交えながらピッチに声をかけますコジマと梅鉢ともに1992年生まれの2人コンタクトがあって山村あ柏木この辺もしっかり追いますターゲットジュニーニョ競り勝った牧野遠藤が拾って右に西梅崎も鋭いアプローチこれ裏はまあ5バック気味になってるんですが、はいまあ、ほとんど人を見れてるんですよね最終ラインに人が余ってるんですけど、まあ、入ってきた選手をほとんどマンツーマン気味にこう見れるんでね鹿島の選手ほとんどフリーになれないんですよね入れ替わる遠藤パス抜けて興梠これはシュート打ちたい興梠だ打ったんですが枠に行きませんでしたちょっと足がつりましたかこの遠藤のドリブル斜めのドリブルって非常にうまかったですね少しコントロールが自分が
ボールを受ける前にちょっとイメージがなかったのかもしれないですね。少しコントロールからコントロールファーストコントロールでうまく外せてシュートを打てればねチャンスになったと思いますけど、止めて2、3回こうボールを触るようなシーンだったんで、まあ、坪井がしっかりコースを切ってきましたね。今残り2分になります。悩める鹿島、今日も苦しい展開です。開幕第5節どうかな。戻してドゥトラ、コントロールショットでしょう。これはでも全くのノーチャンス。あのアレックスが、はい、まあ、後半途中入ってきて、あの左サイド駆け上がるシーンってあると思いますが、そこのところをですね平川がかなりいいアプローチをしてんですね、はい、それは浦和がまあ最終ラインが人数余ってるっていうことでサイドに対してのアプローチが早いんですね。でアレックスの良さっていうのはほとんど出せてないんですね。これですから状況に応じてあの浦和の選手は各々が捕まえる人を早めにはっきり決断できて見られているという言い方になるんでしょうか。そういうことですね。で逆に言うとしっかりとこう人を見ているということはこうワンタッチで壁パスながら対応しづらいんですけどね、実はね、はい、原口、大木さん、原口シュート、右には柏木もいたんですが途中出場の原口はここはシュート。下田さん、はい、どうぞ。後半のアディショナルタイム4分です。あと45秒ぐらいで時計の針は45分を過ぎます。そこから目安4分ぐらい。ドゥトラ入って早々はチョークドリブルが 2,3 回あったんですが、そのドリブルがなかなかできなくなりました。ドゥトラには今小島がつきます。そのまま小島はドゥトラについてきます。下がった梅崎クリアです。牧野、それ今のクリアは永田です。先ほどはいいスルーパスを出した遠藤、ジュニーニョが飛ぶ、拾ってここに西か高六がいた。高六がいます。なんとかこの白い密集を破りたい鹿島、時間が少なくなってきた。時計の針は45分を過ぎました。後ろに下がっては裏いるんですが、ボールが入ってきたところ、ボールホルダーに対してはきちっとこうマーク見れてますから、ある意味そのワンツーでそこを剥がしていくか、もしくは1対1の仕掛けで勝たないとなかなかチャンスは生まれないですね、鹿島はね。ジュニーニョでありドゥトラは今おっしゃった1対1の仕掛けで外してくれることをおそらく一番期待されて入っているはずです。まずはそこへの期待。岩政はそのまま前に出ていった。さあ西、角度をつけて入れた。どうかな、岩政が飛ぶ。後ろ向きですが、まずは支配下にボールを収めた大迫、後ろからサポート西。あーライン終わった。ここは鹿島のホームスタジアムですが、むしろゲーム終盤はリードしているアウェーの浦和サポーターの方の歌声の方が多く響いています。下田さん、今日はバス20台、そしてその他電車、そしてちょっと車でいらっしゃってる方で、もう本当に真っ赤な壁になっています。バス20台、すごいですね。あの、はい、かなり距離はあの裏からありますけど、十分その車で来れる、ね、距離なんでね、やっぱり多くの人が来てますね、はい、ファールです。ゆっくり立ち上がった梅崎、笛が鳴ったタイミングでゆっくり蹴ります。引きつけて阿部のパス、梅町の後ろでもらった。さあ原口、前向いた原口、牧野は前で上がってきてます。柏木がここ、まあ、牧野はペナルティーの少し前まで今来てます。まあ、浦和としてはこの辺でボールをキープしていれば何ら問題ないですからね、はい、もう時間も少なくなってきました。あと1分半ぐらい。これが
と後ろに下がりなさいという指示です。とクリア失敗、梅崎もらって柏木、もうこの辺で時間を使いも自分で行った柏木ファール、まあ、行った柏木のファールを取りました。まあ、でもこの人は攻守によく動いてくれます。このペトロヴィッチのサッカーには欠かせない選手でしょうね。攻守両面にわたって非常に運動量多いですし、技術的にも非常に高いものを持ってますからね。はい、ヘディングです、牧野。あと30秒、岩政が上がった、中は大迫1枚、ジュニーニョ、岩政が前、使う、これはクリアに逃げます。いよいよ4分の追加タイム、使い切るまであとわずか。今時計を見ました木村主審、放り込む、遠いサイド、岩政、大迫競って、興梠反応したところでオフサイドの旗です。興梠のところに出た時にオフサイドでしたね。少しできたかもしれないですね、はい、今のプレーで梅崎でしょうか、ペナルティーボックスの中で倒れました。もうあとは木村主審のさじ加減です。スコア1対3、ここがオフサイドの判定です。出てますね、コロキね。まあ、今シーズンは中継の中で、随時今のようにオフサイドラインもご紹介していくことになっています。時間がない鹿島、左からアレックス、大迫、ここも局面は平川がしっかりつく、大迫ショット、ゴールキックです。少し前に時計を1回見た木村主審、もうでもあってもほんのわずかのはずです。残り時間、鬼門鹿島スタジアムで浦和レッズ久しぶりに勝ちました。5年ぶりのこの鹿島スタジアムでの白星です。最後に勝ったのは2007年4月の29日、その時のスコアは 0-1 の勝利。今日はカウンターの猛威を発動させて見事に逆転で1対3の勝利。これでリーグは3戦4戦負けなしとなりました。一方この大迫のバックショットが象徴するように悩ましいのは王者鹿島アントラーズ。なんとなんと開幕5節勝利なし、1分け4敗です。今日は待望の鹿島アントラーズ、シーズン初ゴールは生まれましたが、またしてもシーズン初勝利お預け。対するペトロヴィッチ監督はこの鬼門鹿島スタジアムで、ないしは難敵鹿島相手にクラブとしての久しぶりの勝利を受けて小さなガッツポーズです。リーグ戦では浦和、最後に鹿島に勝ったのは2008年埼玉スタジアム 2-0 の勝利ですから、対鹿島の勝利は4年ぶり、このスタジアムでの勝利5年ぶりというこの一戦です。ゲームの解説は福田正博さんですが、簡単に感想を聞かせてください。立ち上がりからですね、こう打ち合いになってどういう風になっていくのかなというのを思いましたけど、浦和がやっぱりいい形でやっぱゴールを取れたと、鹿島の、まあ、その浦和に対応する前にですね、鹿島にしてみたらやられてしまったのかなと。後半に関しては十分あの鹿島点取るチャンスあったと思いましたよね。2012 J リーグディビジョン1の第5節、鹿島アントラーズと浦和レッズの一戦は1対3逆転で浦和が勝利を収めています。両チームの選手は今スタンドの挨拶に行ってます。右のバックスタンドが浦和のサポーターで埋まっているのはゲーム中も紹介しましたが、福田さん、はい、ここにもいるんですね。そうですね、ゴール裏だけではちょっと入らなかったんでしょうねこれすごい人数だ。さすが浦和サポーターですね。まあ、今シーズンはですね、監督がペトロヴィッチさんになってですね、成績もいいですから、はいはい、そういう意味では期待感もあるし、鹿島に対しての思いっていうのは非常に
浦和のサポーターも強いと思いますし、鹿島のサポーターもやっぱ意識しているところあると思うんでね、そういうのが出てこういうあのサポーターの数になったんだと思いますけどね。こちらがご覧の、まあ、壮観な浦和のサポータースタンドです。バックスタンドは真っ赤っか、この映像です。笑顔の牧野、まだ試行錯誤ではありながら早くもシーズン3勝目、結果が出ている何よりです。さあ困ったのは鹿島、ちょっとゴール裏の挨拶見ましょうか。サポーターの中には拍手をしている人もいます。まあ、でも福田さん、負けが込んでる時サポーターも含めてあんまりこうギスギスした雰囲気になりすぎるとなんでしょうね、ちょっと逆効果なのかななんてこう取材者として私思ったことがあるんですが、ただですね、サポーター